星です。どうも、もう返せません、赤崎です。ウルシキラーの返せです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回言ってまいりました。こちら、はい、ラーメン王子という川口にあるお店でございますが、こちらを見てください。はい。最寄りはね、日暮里・舎人ライナーの舎人公園駅という場所なんだけども、うん、駅から遠い上に駐車場もなく、結構隠れ家的なお店。24分。いや、そうよ。25でいいよ。タクシーとかで。英語表示が出るかもしれない。タクシー。いや、これ表示が出るの左川口で右足立区でしょ。どういうことかというと、最寄り駅が東京都から埼玉県にこうまたがってるという、まあ、一応地理的にレアなお店だと僕は思ってます。よくわかんない基準ですね。はい、確かに。でも今回頼んだのがリッチという、豚3枚、麺 300g の豪快麺。リッチのタッチがタッチですね。いやいや、確かにね。はい、あ、他普通のね、自体なのに。普通のはね、200、2枚入ってるから、ね、はいはい。で、野菜、ニンニク、油辛めはマシマシできるんですけども、玉ねぎと魚粉がコールできて、こっちはマシマシできないよということで。うんうん、ジャグドンです。はい。はい。ごめん、おーっと、ラーメンリッチなんでリッチになっちゃいましたーねー。ずっとあれですね、やっぱ角田博美やります。確かにね。まあ、今回野菜切りによりマシマシができなかったんだけども、そうそう、ラーメン王子って星がつかないと、ラーメン王子店って思われちゃう可能性があるから。例えば地理的に近いから。そう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 。だと思ってます。だと思ってます。独断、はい、独断です、多分。けど、どうなのかは。わかんないですけど。はい、はい、言うなよ。だけど、スープ飲み進めてますけども、はい、ごくごくいける非乳化スープなんで、かなり飲んでます、最初から。確かに。ね、飲んでますね。で、魚粉も入ってるんで、もう結構和風な感じになってますよ。背景の実家感。確かにね。結構広いんでね。ちょっと見えないようにカーテンがありますから。非常に醤油の強い辛め豚となっているんです。程よい弾力のプリンス豚です。もプリンス王子。うまい。なるほど、なるほど、ね。ああ、そしたら急に。どうした？マイ PC が。ええ、はい、なんか、スマホのね、電池がちょっと切れそうになっちゃった。いや、結果切れたじゃん。危なかった。めっちゃ危なかった。危うくお蔵入りですわ。撮影してるね、撮影中が。そうそう、携帯だから僕いつも撮影してるのが。そんなトラブルもありながら、野菜を食べていきますけども、そぼろのようなほぐし油なんですね。うん、そして、想像以上にシャキ野菜だったんで。そもそもどんぐらいだったの？いや、想像はもうちょい食ったかなと思ったんで、うん、勝手に思ってましたけども。はいはい。はい。で、まあ、独断がすごいね。やっぱり、情報がね、少ないんですよ。やっぱ隠れが。ああ、なるほどね。そう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 。だから全部予想していくんだけど。なるほど。で、まあ、これなんだけども、めちゃめちゃ熱いんです、全体的に。なので、まあ、油膜がちょっとあるんでね、うん、なかなか冷めにくい仕様になっているのかなという予想です。はい。もうまた。予想ですけども。で、まあ、ニンニクも結構多いんでね、上からいっちゃいますよ。2回、3回の4回だ。いや、なんか面白かったっすか？いや、ちょっとね。何も面白くはなかったけど。そうだよ、ね。山感がすごかったからさ。辛くて、その上になさって玉ねぎも乗っけてるんで、辛い上に辛いものを乗せるとどうなるか、うん、鼻をつんざく刺激が来てますんで、うん、ちょっと涙目になってますね、僕は、うん、後ろのね、これ扇風機なかったら結構きつかったよ、もう9月といえど、やっぱ暑いですから、うん、ね。そして、ヤマンのホワイトプアおっとっとっとおっと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 、前回の館内でかけすぎだよって言われたけども、はいはい、これぐらいじゃ足りないよね、やっぱりね。慎重に行き過ぎたね。そう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 。まあ、魚粉とのね、組み合わせでパンチの効いた組み合わせになっていると思います。はい。さらに食い進めていきますけども、まあ、今回はね、はい、マシマシの野菜ができなかったけども、はい、マシマシにするとですね、はい、キロらしい、もう。マジで？だからもうファイナル豚とか出てきてるけど、ね、この時点で結構きつかったんですよ。うん、よかった、逆に。豚最後にするときついんで、ファイナル豚をすみません。ということで、最初に食べてください。はい、今回マシですから、野菜だけは。ごちそうさまでございました、はい。さあ、ステータスを見てくれ !89、90、80、80! あ よく見る数字。まあ、でも野菜量多い。いや、多い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 。やっぱり初見から、ちょっとやっぱり店員さんもね、はい、初めて見る兄ちゃんだなということで、ね、ちょっと控えがあったのかなということで、ありがとうございます、本当に。顔だけ見たら痩せてますもんね。
まあ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 、顔だけは確かにこいつ食えんのかっていう怪しいとこもあるけど、顔と足だけ見たら痩せるんですけどね。待って、真ん中だけね、真ん中だけやばいから、すぐんとしてるから。皆さんもね、舎人公園駅降りて腹減ったなと思ったら西に歩いていくのありますんで、ね、なるほどね、そういう時あるから、はい、そう、うん、あるいはタクシーで行ってみてください。はい、ごっつぁんでした。はい。